こんにちは、岡田匠です。ワクセルではコラボレートを通じて様々なゲストのお話を伺っていきます。今回も一緒にお届けするのは住谷さんです。よろしくお願いします。総合プロデューサーの住谷です。お願いします。お願いします。はい、早速いきましょう。お願いします。もう今回のゲストを紹介させていただきます。竹原よしこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。竹原よしこです。よろしくお願いします。うわ、何ですかこのスタジオから一気に明るくなりましたね。いやもう本当女優としてもいろんなもう活躍されている竹原さんにいろんなお話を今日はお伺いをしていこうと思いますので、はい、まずはですね、竹原さんのご活躍を皆さんも知っている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、経歴についてざざっと簡単にお話をさせてください。はい、はい、まずはですね、1981年から20歳の頃に証券会社に入社をされます。そして、そこからですね、2010年 NSC に入賞、2016年劇団狭間座の公演に参加、女優活動を開始されます。今から6年ほど前ですね、はい、そして2017年カメラを止めるなに出演をされました。2019年には初の連続ドラマレギュラー出演、そして今年2022年カンヌ国際映画祭に出演、カメラを止めるなというその作品が7月15日から日本で公開をされておりまして、さらに自身初の著書還暦のシンデレラガールを出版されたという竹原さんでございます。すごい。証券会社から吉本に入られたんですよね。いや、証券会社の後裁判所で事務官してた。今の竹原さんに来るまでに全然こう橋渡しがないというか、どういう道筋でここまでいらっしゃるのか分かんないんですけど、はい、NSC にいきなり経歴として「おし入ろう!」っていうのは何が？その裁判所に勤めていた時に、はい、あのちょうど50を迎えまして、はい、で50になった時に昔大河ドラマで見た織田信長が、はい、人間50年って言って火の中で待っていく姿が強烈に残ってたんです。それ30年ぐらい前に見た映像が、はい、でそれをある時ふと思い出しまして、はい、これあれ織田信長やったら死んでるな、それが思い浮かんで、それで死んだと思ったら、はい、何でもできると思って、第二の人生と思って織田信長だったら死んでるって。同期とかってどういう人だったんですか？同期はあの今コロコロチキチキとか、あ、なるほどですよね。あ、そうですそうです。それは霜降り明星さん。あ、そうですそうです。同期いろんな年代の人が受けてると思ってたんです。あー、なるほど。そう、それ行ったらね、まあ、あの10代、20代がほとんどで、まあ、あの本当に居心地悪くてどうしようどうしようと思って、でも仕方がないから、あのちょうど天気が良くて空が青かったので窓から空見て、いやどうするこの状況面白いよなと思ってなんかもうあの笑い飛ばすことにしました。すごい。でそれで一旦落ち着いて、でそれが終わってあの階段降りてたら後ろからポコって背中叩くから、はいはい、こんなとこに知り合いいてないけどなと思って振ってみたら、若い男の子が頑張ろうぜで思わず嬉しくなりまして頑張るなーってそんで帰りました。すげーで授業行くと、まず最初の授業はあの自己紹介なんですよ。で順番にこう部屋にあの地べた座りしてて、先生がはい次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 はいどうぞなるほど、しまったタメ語で言ってしまったでもそこからさらに今度は狭間座、狭間座劇団狭間座、まあ、狭間寛平さんの、そうです、あのその吉本の授業を1年間受けた後は、うん、もう自動的に吉本所属になるんですね、はい、でそこである時そのオーディションの案内が来るんです、生徒全部で来たので、あ、ちょっと受けてみようと思ってで受けました。実際その狭間座の旗揚げ公演に果たしていただいたのがもう2016年のクリスマスだったんです、はい、そうです。そしたらあの演技は求めてないからとんどきって言って、で幕間に出てくるガーの役やったんです。なるほど初のあこれがあと更年期やろって暑いな寒いなって言ってそりゃ更年期やからって言ってであの最後、はい、雲に巣かけられて絡め取られて結婚でいく。それがだから女優としてのスタート、演技のスタート、はいはい、それこそ演技を始めてもうそれこそ5年ぐらいで今ここに
そうですね、いらっしゃるっていうことですけど、なんかすごい、なんかこう自分の中での葛藤とか迷いとかではなかったんですか？いや、迷いっていうか、まあ、なんか やらないで後悔するよりもやって後悔した方がいいと思って、はい、でそれでそれまでにやっぱいろいろね、まあ、習い事を山ほどしてたんですよあ、それも会社員として働いてる時から働いてる時から、まあ、誘われたら行くし、はい、でやでその会社を辞めた時も、うん、なんかそう自分に向いてる仕事って何やろうと思ってずっと探してたんですよ。長一番長く続いたものとかあるんですか？それがね、落語です。あ、ここですね。で落語はもともと落語をやろうと思っていたのではなくて、はい、その私が相手の方にいろいろ話をしてでなんかえって聞き返されて、で今思いっきり説明したけどなと思って、で伝わってないので私の話は人に伝わらないからこれを改善しようと思って話し方教室にまず行ったんです。へえ、なるほど。でその話し方のなんか基本とか教えてくださって、うん、でその時先生が別の落語家さんとご一緒だった仕事はね、うん、でそれで1日だけ落語の講座をしてくださって、で面白いなと思って、でその次なんか3ヶ月クールとか半年クールなので継続しに行ったんです、はいはい、落語、あ、じゃあその話し方教室とか、はい、そしたら落語教室新解説ってなってて、ちょっと1回だけやってみようと思って、で行ったのがハマります。すげえ、これだから運命の分かれ道というか、そう、でその時になんか表現って面白いなと思いました。結構落語って年代をおじいちゃんと孫が見に行っても一緒に笑えるんですね。確かに。だからこれいいやんなと思って、うん、すごいですよね。だってカメラを止めるなもですし、その後のカメラを止めるなはもうなんかそこから続けて出てるのは竹原さんだけだってお伺いしてまして、はい、本当にそうですよね。キャストね、全員、私1日だけだったんですよ、はい、撮影が。あ、そうなんですか。で他の人はワンカットのところを本当に熱いところを苦労してあれが出来上がっているので、はい、みんな代表していったみたいな感じで、そこからだってカメラを止めるなも出られ、ね、フランス版カメラを撮るんですよね、はい、リメイクされた、はい、パリに行かれて行ったんですよ、ね、もう初めての海外っていうかフランスで、はいはい、どうでしたか？まあロックダウン中だったので あれですけども、本当にありがたいなと思って、有名な監督さんと、はいはい、メンバーの中に入れていただいたことが、うん、いやだって記事見ましたけど、写真でも、まあ、中で一緒に並んでってすごいなって思いました。あれね、現地ってやっぱりすごい空気でしたか？まあ、もうすごかったです。その時にその子に立たれた時のこう自分の感覚ってどんなことをなんか思ったんですか？の感覚は、はい、嬉しいってそれすごいシンプルな。もうほんまに、いや最高やな、幸せやなって思ってたから、もう一人なんかキョロキョロしながらヘラヘラしてました。誰この子連れてきたのみたいな。どこの子みたいな。でも本も出されてるじゃないですか。まあ、はい、ね、あれも本もお話いただいて、はい、これですね。ありがとうございます。還暦のシンデレラガール。こちらでございます。ちょっとこれ簡単に中にどんなことが書いてあるのかってちょっとなんか見ていくとですね、第一章バブルを止めるな。あ、言っていいですか？バブルの時に働いてました。そういうことですね。その頃から入っていって、はい、僕バブルで働いてる。僕は違います。証券会社で働いてる。老けてるだけです僕は。違う、年代は違いますけど証券業界。あ、そうです、証券業界一緒です。証券会社で働いてました。びっくりしました、バブルの時期一緒に働いてたよね。でもすごいですよね、これ今のお話が多分ギュッて入ってると思うんですけど、うん、で第2章チャレンジを止めるな、その後自分を止めるな、カメラを止めるな、奇跡を止めるな、どんどん続いていくわけなんですけど、でまさに人生がギュッと入ってるような感じですね。まあ、今までのことが、はい、これもお話をいただいたっていうのは本出しませんか、はい、はい、それ言われた時はどんな印象でした？やります。習い事じゃないんだから。なんか本とか出せたらいいなとはずっと思ったことはあったんで、その時になんかちょうど50万やったんで
還暦のシンデレラやなとか、なんか一瞬思ったんですけど、ね、いいですね。でもこっからのチャレンジすごい気になりますよね。いや気になりますよ。だって本当にだからシンデレラガールここやってきました、うん、はい、どんどんストーリーが展開されてきて、ね、ここからどういうことやってみたいとかってあるんですか？ここからですか、はい、旅行が好きなんで、あ、はあはあ、なんか世の中ってね、なんか見たことないような景色がいっぱいあるから、なんかそういうとこ行ったりしてみたいし、それ仕事になったらいいです、ね、いいですね。いいですね。結構今ワクセルってイベント全国でやってるんですよ、はい、いろんな e スポーツのイベントだったりとか、うん、SDGs のイベントだったりとか、そういったところにもなんかぜひ一緒にやりたいですね、はいはい、なんか歌とかどうですか？いいですね。私音痴なんですよ。ええ音痴なんですけど、はい、なんかノリはいいので、なんかあの盆踊りみたいな熱々とかこう言いながら、そうですよ、もう出ましたよ今の、もう熱々のね、熱々盆踊り行きたいように、行けたらええやん熱々みたいなえ、それめっちゃいい。いや、それもう絶対盆踊りでやった方がいいっすよ。そうですね、どこで披露するかちょっと考えていいですか？矢倉の上にね、竹原さんいていただいて、あの太鼓叩いてください。そうですね、そうです、僕は太鼓係で盆踊りを踊っていただいて、いきたいように行けりゃいい。熱々、熱々って言ってこうやってみんなが踊るんですね、はい、素晴らしいですね。あの今後またさらに熱々なコラボレーションをしていきたいと思いますので、はいはい、竹原さんよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。本日のゲスト竹原芳子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。